では今日のゲームハイライトで振り返っていきます。イーグルス先発はドラフト1位ルーキーの近藤、先日プロ初登板を終えて、今日が本拠地でのプロ入り初登板ということになりました。立ち上がり先頭バッターの大島にデッドボールを与えましたけれども、その後2番の強打ダブルプレー、これで2アウトになると、3番のアルモンテをセカンドゴロ、立ち上がりは3人で終えたというピッチングになりました。3回です。ドラゴンズ先発は小笠原、その小笠原から3回の裏ツーアウトランナーなしで飛び出したディクソンの来日第1号、これで1点を先制しました。先制してもらった近藤ですけども、4回です。ワンアウトからランナーを許して、今日5番に入っている平田、これがレフトオーバーになりました。一塁ランナーのビシエドが帰ってきて、平田同点のタイムリーツーベース。でこの後6番の高橋周平にもタイムリーが出ます。ドラゴンズワンアウトから3連打、逆転に成功しました。2対1です。5回です。イーグルスは今度はアマダーに一発が出ました。今シーズンの第6号同点のスノーホームラン、2回にゲームを振り出しに戻します。追いつかれたドラゴンですけども、6回です。このところ少し当たりが止まっているアルモンテ、しかしここは近藤の変化球を捉えました。アルモンテの一発でドラゴンズ1点リードと変わります。6回の表です。でこの後ビシエドを抑えるんですけれども、平田にツーベースを許しました。ここで先発の近藤はマウンドを降ります。この後ドラゴンズの方は満塁のチャンスを作ってラストバッター大野翔太、タイムリーになりました。そして7回です。ドラゴンズ満塁のチャンスでこのイーグルスはバッテリーエラーが出てしまいました。これで5対2、2人目のランナーはアウトにしましたけれども、1点追加したドラゴンズでした。7回、先発の小笠原はこの回もマウンドに上がってノーアウトランナー2塁1塁というところ、藤田をレフトフライに打ち取ったところで2番手にスイッチします。ここは変わった祖父江、浜田をダブルプレーに打ち取りました。イーグルスですけれども、8回鈴木博士から田中にタイムリーが出ます。これで1点を返します。この後満塁のチャンスを作って一発が出れば逆転というところ、しかしここはウィーラーがレフトフライに打ち取られます。最終回は田島が抑えたドラゴンズ、今日はドラゴンズが6対3連敗を止めたゲームでした。中田さん、はい、梨田監督ですが、試合を振り返って、はい、ここぞというところ